よし、皆さん引き続きいらっしゃい。ちょっと待って、音が聞こえない。ピしょうがないにゃん。ちょっと待ってよ。あ、ここです。はいはい。デスピリアはパッケで損してんだよな。わら、明日も新聞みたいな顔で、わら。そうなんで、ね、デスピリアはね、これほんとパッケージだよね。パッケージでまず損してる。パッケージ見て買おうと思ったのは相当な俺たちだよな。俺たちだけだよほんと。てかなんだろうね、この当時でアトラスに結構期待はしてたんだよね。あのペルソナ3とかの以前のアトラスだったからさ。和骨です。なんかメガテンっていうか、アトラスって言ったら、じゃあ、アトラスって言ったらちょっと今と違う意味で期待されてた。え？ああ。おい、オープニングある？マケン X と聞いて。うん。オレンジさんもいらっしゃる。相当な俺たちわら。相当な俺たちだけだ。ダークメタルみたいなの。サイベリアと聞いて。なんて言いやいいのこのゲーム。アドベンチャー要素の強い。なんなのこれ。RPG なんだっけ。ちょっと忘れちゃったよこのゲーム。引き続きの方々いらっしゃい。そしてオレンジさんいらっしゃい。RPG ですね。RPG なんだよね確かね、一応は。だけどなんかフィールドをうろうろしてとかじゃないのよ。でいじられるほどになったか。マジで立派になったな。おい挑戦的だなこれ。寄生虫を脳に寄生させることで新しい超能力を得ていくみたいな。ドリキャス版の魔剣は今プレイすると操作性がない。あ、まあそうだろうな。デスクリムゾンの続編かな。違う。タイガーのダブルイノキ。初めて見たけどこの B 級感好きよ俺。ああまあそっか。ドラゴンヘッドみたいな話なんだっけ。チョコペさんが来た。いらっしゃい。リバースヤス犬かなわら。あれなん、どこの牧場だっけ。青森、北海道だったんだっけ。あれ北海道で負けて、あれアイスだよね北海道はね。岩手だって。岩手か。小祝って場所があるんだな。あれ飲み物の小祝しか知らない。同じじゃなかったっけ。あ、そうなの。あーそう、なんか作者が一緒とかってこと。全く覚えてない。そう、なんか電車の中だったこと覚えてる。そこで若干ドラゴンヘッドっぽい。作者確か同じ。ああ、まあそういうことね。しな、おう、鼻から入れていく。ファイナルファンタジー7を思い出す電車。え、ホラーですかこれ。ホラーチック。なんていうのこれ。うわ、ちょっとなんて言うんだろう。ね、ダークメサイアはホラーだった。教会、え、ちょっと読めね。教会歴25年、人類滅亡の危機を救った教会に対し不穏な、不穏な動きを見せる、なんだろうこれ。なんたら組、いや、なんたら組織って書いてある。ちょっとこれ字が潰れてて読めねえよ。とりあえずなんかの組織との戦いで、マインドダイブとかマインドバトル。あと、Google ストリートビューみたいなやつ。おお、すごいね。いやー、こんなんだったわ。すごい。これが俺たちの知ってたアトラスだから。これペルソナ3とか違うから、4とか。ボイムゲーを思い出す。そうな。ここから抜け出すっていう話。サウンドノベルかな。なんかいろんな要素が入ってんだよね。モデリングなんか、まあ昔のゲーム大体こんな感じだ。デスクリの2とか。
XO とか。ペルソナ4しかアトラスゲーやったことない人にやらせてみたい。学校でやった怖い話を思わせる。どこで脱落するかな、何本で死ぬかな。ムービーだけ見たことがあるやつ。へぇ、ロンド、ロンドかい。モツが出るシーンとか。どうなんだ、結構グロいよね。おお、なんだよ。産卵するも、物品。名もなき。いきなりだぜ。字が細えな、なんか。え？知ってんだ。A ランク。こういう感じなのよ。ゲームとしては。だけど RPG なの。これ、あら。こうちょっと見回して調べてみたいな。そういうパートと、まあ、戦闘のパートと、あるわけです。普通のリーマンの脳内マインドダイブで覗くととんでもないこと考えてたりするのが楽しいゲームです。何かある前に東京を壊滅させるアトラス。壊滅してからがスタートですから。え？毎回東京がひどい目に遭うアトラス。そういえば昨日ブレードランナーやっと見たんだよね。ブレードランナー完全版かな。やっと生まれて初めてまともに見た。いやー、あれはすごいね。あれは完璧すぎてびっくりした。おお。二つで十分でしたか。二つで十分だったし、二つで十分の映像を見てきた、ヨネんちで。ヨネが買った DVD ボックスに入ってた。二つで十分ですよがアップになったわ。なんか痛そうなものばっかだな。アトラスは東京が嫌いなんだろうか。好きすぎて壊したくなるんじゃない、自分の手で。雰囲気が良いんだよね。賛成を振り仕切る街の描写とか。あれだから映像の作り方とかやばいよね。まあ、そこがもう感心しかない。どうしよう、やめていいかな。やめていいかな。俺イルブリードもあんま好きじゃないんだよ。なんか最初で辛いんだよ。もうちょい行ってみようか。ペルソナシリーズになると一年のちょっとしたことで世界が滅びますよ。誰？一年のちょっとしたこと、ちょっとしたこと。あれと未来世紀ブラジルで近未来のイメージ決めちゃった感。いやでも決まって、あれは、ブレードランナー今見る、今初めて見るとさ、ハリソン・フォード、ああ、これ、あの作品ってこれ真似してんだ、みたいなのばっかりね、びっくりした。元ネタの集合体みたいな感じ。自分は定期的にセガサターンやりたい病です。ああ、まあそうだ。うどん屋の親父の蜜で十分ですよ。うん、箱並みのスナッチャーでパロられた。あ、そうなの、スナッチャーでも言ってんの、あれ。二つで十分はまさかの、まさかが、あれ二つで十分だよな、あれはな。確かに。あれ作品まんまだから。いや、やばいよね。てか、スナッチャーなんてもう、ブレードランナーとターミネーターと、あと何？本当にいろんなものが詰まってるよね。妻、あれだっては元ネタ祭りじゃん。あ、これが元ネタかっていう。スナッチャーでも言ってたんだ。スナッチャーやりたくなる。スナッチャーがよくブレードランナーとか言われますよね。いや、まああれはしょうがない。めちゃめちゃに、もうブレードランナー大好きすぎた小島が作ったやつでしょ、あれ。もうやめていい。MSX2。MSX2。ポリスノーツもシークレットファクターハンディサルエボン。いやでもさ、フロムソフトウェアとかもそうだけど、一つすごい大ヒットがあるとさ、やっぱその作品、社風じゃないけど、その作風というかそういうのが変わっちゃうし、その後のね、そのメーカーのイメージとかが変わるし、アトラスも昔はこんなん作ってもそこまで不思議はなかったもんね。これ全部の思念拾えねえな、わらわら。だから、アトラスは比較的、うん、こういうことやっても不思議はないメーカーだった。ポリスノーツの父ユレ監修は今やったらセクハラ言われるんかしら。ちょっとじゃあ重い作品やったから軽い作品を、軽いというか、うん、明るいやつ。ポリスノーツそんなに父ユレするの？ファンになった人はどう思うかな、わら。思ったら、女性スタッフがフループライズは無理してるという。コナミは最近は何に頼るんやろね。訂正、人気出たらコナミは器用だから、あそこでかいし。
キャラゲー作ってもなんか腹立つ感じだし、腹立つ感じのうまいゲー、うまいレベルのやつ出してくるし、作り込みすぎず雑すぎずみたいな。人気出たら必ずこける。いやでもそうな、まあ無双とかもそうだけど、もうだって対抗リシデンとか作るイメージが湧かなくない？光栄とかって。コナミは見る人が見たらわかるじゃん。コナミはでかいから、あそこはまあ幅広いく作れるようにできてるから。おお。あら？あ、ノーマルだった。デラかと思ったけど。俺はやんなくていいんだよな、最初はめんどくせえし。ステージが少しか見れない。新作出してよ。いやー、対抗リシデンのスコア大根切ってちゃったから秀吉のゲームと思われてるとこやな。わら、逆にスクエにはいいイメージが。対抗ってつけ、あ、つけちゃったからなの。対抗っていうのは誰かを特定する名前、あれなんだ、名称なんだ。スクエにはいいイメージぶっ壊してきて、そうね。あそこは結構壊れるの早かったな。Xbox 版の中古なかなか見つからんのよ。冬さ。うそーん。あー、今ないのかな、あんま。対抗検知的な。対抗検知。デモザイクさんが見る。対抗秀吉ってイメージがありますからね。はぁー。セガレイジリのことか。セガレイジリ？スクエニ？エニックス？対抗監督のオフ。監督監督の OB。 隠居した監督が対抗じゃなかったっけ。誰だよそれ。関羽なら知ってるけど。対抗元監督秀吉。元監督秀吉。秀吉が引退、隠居した時に関白という名前なの。関白宣言と関係あるの。秀吉がすごい女に対してきつい、きつい人でみたいな。全く別よね。関白は関羽。関羽、位のこと。猿関白。猿関白？ん？なんだ難しいな日本史って。スポーツ選手を出したいのか、水泳の大会でコナミ所属の選手見るね。へえ、コナミスポーツのことじゃない。おいに監督を譲って対抗になった。将軍にはなれませんでしたからね。秀吉、秀吉家柄から将軍になるのを許されなかったから代わりに監督に。戦国バサラやった方がいいかな。人のあれがわかんねえな。将軍になるのは許されなかった。家柄。和コーツ&ユアガンピー。関白。横綱、横綱大関みたいな、大関みたいなこと。関が一緒なだけ。俺より先に寝てはいけない。戦国武蔵のアニメ。アニメでもいいのか。戦国武蔵か。関白失脚。モロラオ？そこで戦国無双じゃなくバサラを選択しますか。そう。あ、レズ。とりあえず、戦国鍋テレビ見れば大体わかるかと。戦国鍋、あー、噂の。いや、レズはすごかったな。監督と将軍は関羽の体型が違うから説明難しいよ。これは好きな水口。嫌いな水口どれ？ルミネスとか。ルミネスじゃなくてなんだっけ？上に打ち上げるやつなんだっけ。いやー、これの新作は元気ロケッツ推しになっちゃったよな。新作というか、あの水口自体が元気ロケッツを推す人間になっちゃったからさ、推す係の人間になっちゃったから。 AKB より AKR 上に打ち上げるのはメテオスかな。ああ、メテオスか。さっきのゲーム見てたらこれ。あ、音でかくていい？クレイジータクシーだな。今日はやりません。ハヌーさん。キネクトでもこれに、あ、チャイルドオブエデン。あれはマジで暗い部屋で巨大なテレビでや、大音量でやったら死ぬと思う。あの、二次元、電脳の世界に入っていくことになると思う。危ないぜ、マジで。みんな青いさんいらっしゃる。音悪くね。電子ドラッグみたいな。そう、あの
体を使ってやるじゃないキネクト版だから、なんかより入ってっちゃうのよ。超高位攻撃ゲーなんつった、これメガデモというかね、なんかこれワイヤーフレーム感というかさ、なんか情報量というかあと光の刺激というか、なんかそこら辺がすごい計算し尽くされたりで、それに合わせて音が出てっていう、これがねマジででっかいテレビで真っ暗なところでやると危ないんだよ。テレビで制作現場放映してたよね。シンプルなのに情報量が多いのってかっこいい。あのね、情報量がね、なんだろうね、スッと入ってくる適度な量なんだよね。多いというか適度なんだよね。すげえな、測りやすそう。360版とかをぜひやっていただきたい。ゲームがこれっぽくて面白かったですね。ちょっと待って、なんでパンツァードラグーン違う、スチーム、へえ。どこ行った？なんだろうね、これ収録機能というか。サイドが出ないサイトじゃ遅れて何テレビで現場見た。ちょうどセガがハード撤退して制作者が頭を抱えてる姿も映してた。誰だろう。あ、人になってる。そうか、ドリキャス撤退時期に被ってるんだね。セガガガが増す。完全に被ってて、その後だよね、これ。プレステ2で出てるのを知ってる人は多いけど、ドリキャス版を持ってるって人は、身近な人では知ってるの知らないな。トランスバイブレーダーとか持ってる人見たことない。俺も結局秋葉で安くなったから買っただけで、普通には買わなかったしな。民族音楽とか研究してた風景があったような気がする。今思えばスペちゃんにもそうだったね。そうプレスチャンネル5、2もそういう感じだったね。低価格でしたわ。俺はプレステ2版から先に買うのが尺だったから、絶対ドリキャス版から先にレンジとか買ってた。ウィッシュリスト追加してきた。わら、フォトニカ。フォトニカ、ウィッシュリストって何？ウィッシュリスト、あー、スチームね。イズインターセクションも、あー、そうそうそう。まあでもこれ、正直これを超えるものはないね。なんか惜しいとこ行ってるものもあるっちゃあるけど、これとか、まあこれのよりすごいのがエンドロス、違う、チャイルドオブエデンだけど。あのゲームとして面白いかどうかって言われるとむずい。スペハリやりたくなってくる。スペハリか。プラネットハリアーズ出なかったな。昔の雑誌見たらレズは2001年 E3 の PS2 で小広めだって。E3 のプレステ2だから、もうプレステ2の方が何だろうか押されてるイメージだったな。でもドリキャスでも出ますんで、しかもドリキャス版の方が音もいいですね。ボタン一つだけの簡単操作なのに妙な中毒性が。へえ。ユーガシクレイは作中でアウトラン、スペハリ、アウトラン、ファンタジーゾーンが遊べる。このゲーム CM で損してたよね。へえ。あと名前が若干ね、ちょっとあんまよろしくないよね。レズ。なんかの略なんだよね。リズムがどうたるみたいな。ただネタにされておしまいみたいな名前だから。インパクトはあるけどな。アウトランとバイクのね、なんだっけな。タングオン。やめてクイズ出すの。こう忙しい時に。名前がそっち系で CM は地形の雰囲気っていうね。あ、そうなの。なんか、ね、暗い部屋でずっとやってんだっけなんか。そうタングオン。やめてクイズは。クイズは勘弁。俺が答えなくても誰か答えてるけど。って女の子が言うだけでもうアウト気味。こちらの岸間の演奏とも言うの間は悪くけど、ホモじゃなくてよかった。まあな。はい、でん。てかごめんね、これ。もうやめとけよかった、これ。ここまでやるんじゃなかった。
長くやりすぎた。プレステ2版が60フレーム、ドリキャス版30フレームだけど、セガが言うには音がいいのと解像度が高いのはドリキャス版だよ。そうなんだよな。これなんかなんだろうねこの感じ。俺あのなんか中に入ってくるやつ好き。ボタンを押す。四角いボタンを押せ。うん？ある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 。あれ俺はおすすめです。360版というかプレステ3版。あれでやるのがいい。360しかないのあれ。もちろん買ったよ。ボタンを閉めていい。これゲームキューブから PS2 はメニューへと劣化していたな。ゲームズとかが A4 とか、あそうね、プレステあのバイオ4はなんか似てる感じだったよな。でもボム使っちゃおう。あとなんかやり込みがいがあるストーリーだったりするんだよね。これちゃんとなんか撃破数みたいなの上げるとなんかだんだん良くなってくる。マルチエンディングというかなんかすごい感動できる、なんか映像と音で感動できるゲームってなかなかないじゃん。これはよくできてんだよな。そこら辺が危ない危ない。なんかこうやってさ無機的な無機質的なこういう世界観の中に急に自然とか生命みたいなのが入ってくるんだよ。そこがなんかねすごい好きつかれるのよね。なんか全く完全に CG にしか見えない世界観の中に急に自然がドンって入ってきて、霧の中に自然がバーって見えてうわーってなるのよ。でそこでなんかマザーコンピューターみたいなのが、まあ、真ん中にいる女性みたいな CG の女性でデュラルみたいなやつね、このこいつじゃなくて、なんかそれがどん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 元通りになっていくみたいな。なんかね不意をつかれるよね。あーって思う。そういう演出によくクリエイターは気づきますよな。だからそれはこのゲームの売りだからね。このゲームはなんでビクンビクンしてるんですか。あのリズムに乗ってるんだ、心臓の鼓動みたいな。もうやめようって言いながらこれ放送終わってもやっちゃうようなゲームだからさ、毎回レース最後にやるとやっちゃう。あビデオドラッグだよな。でもなあとボタンを押すとクラップ音が鳴るから、これエルシャダイもある意味そんな演出かな。そうみかん泥棒わら。なんかね夢中で無心でやっちゃう感じ。今の携帯機に移植してくれんかな。いやこれでかい画面でぜひやっていただきたいんで、ヘッドホンでとかでやっていただきたい。壊せない。いた、なんかいた。今いた。取れなかった青いやつ。大音量でね、あの音で振動が体に伝わるレベルで大音量でやってもらえれば一番いい。トランスバイブレーターとロースポ出てるから一体感やばいんだよね。そうなの。USB でつなぐなんか振動のなんていうの装置があるのよ。トランスバイブレーター、トランスバイブレーターだよ。家でできないってことじゃないですか。いやでもまあそれにヘッドホンとかで何度かやっていただけるで、真っ暗にしてテレビ、あーこれの続編だよ。だからあのチャイルドオブエデンをぜひ。チャイルドオブエデンは本当死ぬから、あれ下手する。あの心拍数がガンガン上がってって、あー危ないってなった。タコヤンチでやってて知らって思った。こんなもん家にあったら死ぬぞ。なんだっけこれ。レズときめきセンサー、極端に心拍数少ないとゲーム簡単になるんかしら。シルトオフエデンはいいものだ。あれやばいよね。これ家で自由にやりたいだけやれたら死ぬんじゃねえかって思った。フリーザ様がやめていいかな、やめたくないけど。
そうね、ダメージ受けたらたまになるよね。そう、ビートというかバーチャのブランというか、そういやいいかなんかでバイオセンサー出そうとしてなかったっけ。64で出てた、ね、楽しさ。おおおお、今下になんか青いのパワーアップがいた。硬い。おお。あかん。あかん。こんなもんあかん。いやーこれ禁止しないと、これ国で禁止しないと、このゲーム。こんなもんやっちゃあかんよ。まさに中毒。危ない。我に帰る瞬間がないと、これ死ぬとこだ。じゃあどうしようか。止まらない、わらわら。死ぬ死ぬ、こんなん。スマホいらず。よし。ちょっとじゃあ、ちょっと待ってね。箱1の方のキネクトは体温とか血流までいけるとかって話だったような。あ、時間ないじゃん。箱1のキネクトは体温、流血、あ、箱1ね。箱、Xbox360 のキネクトもすごいから、そこまでいかないけど。あと1分しかないから、どうしようもない。もうちょっとやるべきだったわ、逆に。ちょっとやめんの早かったわ。え？米入は入れない？入れない？もう20個超えちゃったから。何か食べてます？笑い。ちょっと待って、誰が？俺が？プレイしてるうちに徐々に体が馴染んでいく。危険ドラッグに、そう。危険ドラッグだよ。危険ビデオドラッグだよ、これ。スーパーテレビだったかで、ドキュメントやってる。あ、言ってた、さっき誰か言ったね。レイフォースのロックオンに似てるけど、レズウェイやるとレイフォースのロックオンすっと、マジか。はい、次はグーです。これなんだっけ。あ、やめとこ、見ない、見ないとこ。オツでした。オツです。ありがとうございました。次は雲取りキャスです。諦めないからな、Vスーパーテレビ。オツ。諦めないからな。オツでした。オツウェイノンカー。こう書いてあんじゃねえかよ。オツです。ドワンゴか。ドワンゴ。動画サイトに残ってるね。オツです。動画サイトのに残ってる。なんこれ。人いないの？違う。次です。次枠です。フィジコスタジオ。なんて色気のないタイトル。ねえ。和骨です。いやーどう盗まれた。和骨。マッチコンペ。トレーニング。こうなの、ね。ツアー。引き続き皆さんいらっしゃい。レディースはコツジェントルピー。あー、ワコ、ちっちゃいやな。ワコツ、あと3人は誰なんですかね。あと3人。あ、違う、いや、みんな1ずつ増えてるから。登録か。うわー、これなんかピンボーソフト待ちではコツです。ピンボーソフトはやらんから今日は。ワコ、これなんか漫画があるのかな。プロゴルファーサルト。ワコンコン、拙者に任せてもらおう。声優しっかりしてんな。あ、引き続き皆さんいらっしゃい。銀河の三人的な。銀河の三人的な。え、銀河の三人。あ、そういうこと。貧乏ソフトはジェットコースターとテニスでしたっけ。そう、ドリキャスというよりてかさ、できないんだけど。参加でき、条件満たしてないじゃんかよ。3人が被ってしまった。なんだよこれ。え、和骨です。 Wii にもサルゲーあったの思い出した。あったね。僕のテニス人生が大好きなんすよ。なんでな、なんでそんな好きなんだろう。考えることがハンバーガーみたいな顔のやつでしょ。ワイはサルヤー。考えることが一緒だったね。銀河の3人。さっきが 3人枠だったけど、もうやめた。よし。プロモーション詐欺。え、プロモーション詐欺？変なんばっかのこっちゃったよ。
居する以上、プロサルファーゴル。同居する女教師ちょっと待った。ワイは詐欺や、プロモーション詐欺や。なぜチェックが半角なのか。チェック？暑い。暑いよ。でかいよ、世界が。ああ。でかくてもよかった。でかくていいゲームだった。ヒットメーカー来たよ、これ。ちょっと邪魔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 。ああ、うまいよ。この次やれろ。シャセ創作は命か。でもプロゴルファーサルを原作に忠実にリフォアするしかないよな。知的創造で社会に貢献。引き続きの方とか、先進技術で時代の先進か、なんて読むのそれ。かかり長、かかり長ロスできないな。セガロスってなんだろう、どれだろう。これはヨイゾルゲ、ブラックっぽい。ヨイゾルゲってほぼねえからな。最初は通販限定だったな。うん。通販限定のやつはでも今の経営理念どうなってんだろう。どうなってる。ヤクザミク。コズミックスマッシュスロッソ。ああコズミックスマッシュか。半持ってるよ。持ってるよ。俺も変なん持ってるよ。なんかゲーム業界を変なでけえ箱のやつを、あとはなんだ。トールケースのやつと普通のやつとセーブデータかな。スカジーがねえからうちのパソコン。俺でも T シャツ着ちゃったな。着倒しちゃう。あと10年後にセガがゲーム業界を制圧する。ええこれ未来なの。あれに金をかけすぎたとかいろいろあったけど、まあそこがセガっぽいみたいな感じだったよね。理由がわかるゲーム。はい、チョコペさんいます。2030年だったよ。あ、2030年か。終点部に行くまで厳しすぎる。まあセーブデータあるからいいけど。データ転送できる社外しな使ってたな。 VM パラレルでデータ転送できる社外あったな。セガ、わらわら。歌はないの。歌があるのはどこでだろう。歌ってなゲーム中にはないんだけど。何これ。敵はソニー。敵はソニーではだけじゃないんじゃない。セガ以外じゃない。あとはバグとか。新年僕にやっちゃいかん。モエモエとか不自然と。ああそうすると簡単だけど。これ音楽プレイヤーで再生すると演歌流れます。演歌って元からこれ作中で肉体のエヴァキュータ今の時代を象徴してたんですね。僕データのギゲームがアウトすぎる。初版賛成とか。あれはやばい。あれやりたいけどな。まあどっか動画とかあるよね、確か。ソニーの悪い奴らを倒せ。あれは限定版とか初回版とかにしか入ってないんだよね。偽ゲーム、あの秋葉にはダメゲーム。本当にあのメッセさんの人いるからね。っていうかもうやりたくないな、これは。やりたくないな。RPG としてできんだよな、このゲーム。ゲームとしての出来が良すぎて。ちょっと動画で見たけど完全にアウトだよな。秋葉にまだラオスデータ。そうあれはアウトすぎるよね。ダメゲームギャグでも入れちゃダメな。ダメなゲームじゃないか。わら。そう今からやり直すよ。そうなのそうなの。ゲームセンター。いやいいゲームなんだけど。人におすすめ。メッセさんを思いついたんでしたっけ。そうそうそう。メッセさんをもうないね。するのがセガがセガたるゆえん。なあまあこれ広告費ゼロとかで言ってたけど。オートリーギターすごいな。わあモゲタンとあれかお姉さんと。セガガガのシナリオはファフナーエオドスの脚本の人。ほうへえファフナーこの白木カンパニー。今のセガからはもうこんなゲーム出ないんだろうな。どこからも出ない。可し方ね、正直もう俺これのネタの半分ぐらい忘れてる可能性あるもんな。これはゲーム業界ネタをかなり知ってないと面白くないからね。アライズの人。アライズつまんなかった。アライズちょっとアライズだったな。あれはあれはひなんかもうなんか雑談が弾んだわ。はい、やりませんよ。
ユーザーがゲームボナルを起こして、そんな状態にやってまあね、でもこれこうセガ側の出来が良すぎるってのもあるな。もうやりません。チェンムイチ、へあれはなんか大人数関わりすぎでしょ。ネプテューヌのってことか。仕方ない。ちょっとこっちを一回挟もう。いや、これをやらないといけないんでしょ。ドリキャス枠やったら。一回は見なきゃいけないんでしょ。見よう。イリコーさんがイリマジリって読みと知った時の衝撃。タコのマリネ。俺は音で最初から聞いてたから。クレタクかな。タコのマリネはちょっと、いや、クレタクはもう今日はやんない。イリマジリって聞いてから名前見たから、もう最初からなんて読むんだろうはなかったな。多分ファミ通ウェーブとかだったと思う。ネプネプとセガガールコラボするね。嘘。ああ、まああれはしょうがないか。これはやんないといけないんで、礼儀として。セガゲームスになったけど、いずれセガゲームスゲームスになって、略してセガガガになるのかな。いや、まあゲームズゲームズじゃないと思う。だからそこが何なのかだ。セガ、これは引き換えレベルのオフィニティだよな。セガゲームズ頑張れ。広い王子っすね。広い王子和子。これ何億かかってんだっけ、これ。このオープニング何億かかってんだっけ。あ、グループね。あり得る。どこ刺さったのこれ。3億だっけ。何億だ。あ、3億なんだ。3億のアニメです。画質悪いけど放送のせいです。うん。俺は1かな。3は無駄に投げよ。スパロボとか大体そういう感じや。発売前開発5億で3億オープニング。ああ、まあ大事なとこではあるけどな。いや、そうなんだよ。古臭さゼロです、これ。でも、危ない。時代とか世代を超えて評価されるものって大体、完成度が高いものだよね。あれは最高だった。2はつまんないらしいんだけど、やってみる。今作ったんですよと言われても遜色ない。10年以上前なのに。そうなんです。ああ、とかもういいよ。だってセガだし好きでしょみんな。セガの会長も天国で笑ってるよ。これセーブデータがダメってこと。桜見のこと。えい、抜けばいいんだ。抜いてしまえ。桜見のこと。4の開発が10ヶ月という短さ。あれはよくやったよ。オープニング大神くんだと思う。よよてか、アニメにかかった金が3億なのかな。オープニングだよね、確かね。オープニングだけだよね。オープニングだけで何億とかそういうの聞いた気がする。おっと、体が勝手にサンダーストームより金かかってるんだな。サンダーストームっていくら。オープニングとの落差がすごいんだよな。何が90年代のピンチの開発期間、オープニングだよね。オープニングだけだよね。落差はそんななかったと思うけど。サンダーストームは1億くらいだったらしい。1億もかかってんのかよ。すごいな。筐体のあれ開発とかそういうこともあんの。戦闘システム3の方が好きだ。ああ、まあそうか。遊びやすさって意味ではそうなのかな。クオリティ高すぎだろ、これ。アニメサンダーストームってあれか。J-Walkのあれか。メガ CD でいうところ。やべえな、これ。これはね、本気だよね。本気でプレステ2に貼ろうとしたっていうか。勝とうとしたっていうか、プライドだよな。このクオリティだぜ。アニメ映画じゃん。頑張ってるな。いや、頑張ってるよ。落差などない。何を勘違いしたんだ。
やばいもん、ね、大正生まれでしょこの人。本当劇場版クラス。ねえ。クオリティ高いな。まあ、今見てもやばいもんね。和装の人が出てこないな。そうだね。あのちょっと文明のあれが違うんだ。バラ組は解散したよな。バラ組。水曜どうでしょう思い出しちゃうんだよなこれ見ると。凱旋門見ると、凱旋門の前で大泉くんがわーって言ってる。後から出た物語と勘違いしてた。あ、本当？どれだろう。いやこれはやばいですよ。こうっていう普通既存キャラ捨てたら不良くるのに、うん、これはほぼこまで。いやいやいや当時は大変だったよ。当時はなんでキャラ変えたんだって、そりゃ大変でしたよ。当時を知ってればみんなわかるはずだ。それはあ、こ向かい、あーなんかジャイアントロボじゃねえかお前。誰だよ。誰かね君は。はい、私は急いでいるんだがね。でもエリカの画面が明るい。ダンスで妙に人気出た。エリカのダンス森これ内蔵音源このバック。ゴールデンでバックの音 CM やってたって本当。 CM やってた、やってたんじゃない。ゲームは昔は黒猫ダンスかな。黒猫だ。どんなの。あー君が全身タイツみたいなやつ。米田中将から話は聞いているよ。僕が君の上司となる佐古水の臨時だ。これからよろしく頼むよ。ムズスミの主人公が来年だった時の不良さ。そうそうそう。おはようボンジュール。おはようボンジュールってなんだよそれ。ごめん飛ばしちゃった。それには及ばんよ。なんか音ビットレート低い。これを君にプレゼントしよう。割れてんの。ああ飛ばしちゃった。これなんか見た方がいいのかな。一日ゆっくりと見学して。欧州は花の都と歌われた、このパリを楽しむ。その後で大使館に来ればいい。確かに着任届はその時にしよう。リクルイって、このセリフとテキストが同期するのがレドって名人。キテレツ放送してる時によくセガの CM やってたような。マジか。3をやってから劇場版の映画を見ると泣く。劇場版見たもんないな。出てくる、あ出てくるよね。桜は出てこないことない。何出てくるんだ。うん、東京っていうか日本から。おお機械の暴走の話。あ、ここで助けに来てくれんのかな日高のり。飛んで避けるしかないじゃん。間に合え間に合え、この体。キューティー、なんというキューティー。桜大戦新作はもう出ないだろうな。どうかな今からつく。車が音量音量。うさぎ怖いよ、見られてる。くてにビシッとするでしょ。おい待ってろ今。待ってください。巨アニメだったら惹かれてた。嘘、いた、助けてくれなかった。これはなんてゲーム。桜大戦3よくできて、おおマジか、こんなホイミドが使えるのこの人。今から作っても名前だけで5万本ぐらいは売れそう。あ、俺たちは買うからな。ファイブの時は買わなかったけど、春雨さんいらっしゃい。異能力者なのか。あのシスター、ちょっと待ってね、ちょっと画面が明るすぎる。奇跡を起こしてくださいましたから。バケモンや、あなたが避けるのが早かったおかげで、この人の怪我も軽くて済んだみたい。俺避けらんなかったらどうなったの。奇跡を起こして怪我を治したことを奇跡内緒にしておいてください。奇跡を起こして怪我を、痛い子じゃんか、実際できてるけど。はい、奇跡を起こしてって言っちゃった。さらっと言うね、笑ブルンって髪の毛が顔に触っちゃってくすぐったそう。確かに両脇から出てる。怪我が治ったのは神様のおかげですよ。奇跡的に助かったのか。あなたも神様お前のおかげだと思う。目に合う気がしてならない。奇跡は起こらないから奇跡と言うんです、うん、日常化してんだこいつは。バキに出れる。ちょちょ、めっちゃめちゃ好評なんだけど。そうでした、私エリカ・フォンティーヌはゴス。いやでも導入としては別に悪くねえからな。だからなんかちょっと出てき方がちょっとスッと出てきすぎる。結構天然だよ。うん、
留学なんだ。いやかなり天然だよね。ずっこけなんつうの、ドジっこ。私聞きたいことがあったんです。え、時間まだまだお話ししたいことがあったのかい。まあ、ね、定番なんだよね、すごく。今日はこれで失礼しますね。留学だって今度会った時は絶対日本のこと教えてくださいね。いやいやいや、もっと前からいるだろ。え、帰ってきたぞ。何、あ、なんかよそ見したってこと。いつもこうなんです、私ってドジだから。 あのやっぱり一つだけ日本のこと聞いてもいいだろう。髪の毛後ろの下の方で結んでるのね。へえ、そんな人いたの。あの日本の人って頭にちょんまげというものがあるんじゃないんだ。これ何年の話なんだっけ。戦前、第二次世界大戦の前。あれ、大骨の影かな。でもこの当時で日高のりこキャスティングってすごいよね。そうなんだよね。なんか意外性あったよね。もっともっとなんか若手の人みたいなやつから。そうなんですか。大正時代、あ、大正時代。この人はちょんまげをしているものだと。大正1800、1890年。ベテラン多いよね。しんどいのに何をまとめるの。そこが若干ですね。わかります。なんかジブリ感があったのってそうだよね。天外魔境2とかさ。ただ今ジブリはマジか。へえ。もっと日本のこと聞きたいな。飛ばしたいけど、ちょっと半年はつけてるはず。いや、あ、ちょっと、じゃあこれどうしよっかな。うわー、こんな時間か。もう神様終わったな。あ、字が違うんだ。また見つかった。遠くで聞こえた。侍の心を未だに持ってるのがスモーレスラーってのもちょっと気になったね。今から100年前でもアドアの世界観ですからね。侍ってそんなに格式高いもんじゃないんでしょ。この人は劇団の人じゃないの。うん。そうだよ、今回のヒロイン、メインヒロイン。あ、こう、あ、あ、あ、この人か。スピリッツか。ほぼ侍いない。喋んなくなっちゃった。いや、すげえなんかジャイアントローみたいな顔してんな、この人。大層、大層さんみたいなんだ。誰だっけあれ、若本か。若本だったら面白い。ああ、あ、ショー見れんの。酒飲みの上司じゃないのか。忍者か派手な。ねえ、酒飲みじゃないと思う。結構堅物っぽい。桜大戦ってつい遊んでしまう気軽さはあるんだね。いや、あのね、プレステ2版の桜1がひどかったけど、あ、始まった。しかもメンバーじゃないやつが来た。今宵もシャノワール自慢の招待コーこの声優さんだよ。あ、こんなにいっぱいバックダンサーみたいにいるんだ。宝塚的な感じなんだよな、だから、ね、メルシー、メルシーってどんな人。すごいな、最初から飛ばしすぎだろこれ。今の時代にやつ素晴らしいですね。おお、しゃべったぞ。あれはこのエヴァ君だ。そうね。もうちょっと可愛らしいぐらいの感じ。ちょっとメインがこけたぞ。宝塚ではもうちょっと起こりえないトラブル。やっぱりドジなんだ。ピーうるさい。うん、いや、個体差じゃなくてビジュアルメモリーごとに違います。動きが良すぎる。わらわら長期間が開発したてなのに電飾は完全配備な不思議。ブルームのネトコシスターがこんな格好しているのか。いつもだったね、やっぱり。わら、桜大戦よりって1年で開発したんだっけか。10ヶ月と聞いてるけど、こっちは宝塚ってかムーランルージュ。ああ、宝塚じゃないのか。キャバレーなの。しびれるキャバレーってどこ行った。なくなったのかな。とかいるからな。あ、十字架から弾出るから。どっちなの。シリーズファンにとっては最高のゲームなんだよな。あれはね、オープニングからもうちょっとグッときたよ。あれはやってくれた。よし、
ちょっともう桜大戦はこれ以上は無理だ。あ、ビジュアルメモリーごとに P の長さは全然違うんで、すごい短いのから長いのか、なぜか違う。DS のローグライクの桜大戦キャラゲーム面白かった。なんてやつ？このことは忘れてください。いや、5もなんか評価する人いるんだけどね。5、せっかくのシリーズ完結作を10ヶ月しか制作期間与えないって酷やな。いやー、まああれはもうしょうがなかったんだと思うけどね。まああの時期に出してくれたっていうことがもう奇跡です。あれはむしろ桜大戦4出す義理がなかった、まずてか義理しかなかったのかな。商売に義理は入れちゃいけないから、あんなでかいメーカーがさ、それを通したんだ義理を。ドリキャス終了に、もうそれ以上にもう褒めるというか、なんていうの、評価することは必要ないじゃん。ドラマティック単純桜大戦ってやつが DS のローグライク。あ、そうなんだ。こんなに出っ張ってんの。4は店じまいのためのファンディスクと思ってます。ね、その割にはよくできてたもんね。みんなを納得させる。まあけじめだよね。シリーズを買い支えてくれたファンに対するけじめというか、そこを見せた。珍しい。5は馬に乗って米国隊に相談のアクションだよ。それスティーブ・ボールランみたいだ。13はテレビアニメ、4は劇場版をイメージして作ってたらしいね。トライチさんまでの全キャラのエンディング入れたら短くもなりますせ。まあなあ、よく作ったよね。ああ、そういうことか。スブア SBR スティールボールラン。ああ、何これ、何右。ギリア人情を馬のエンタメでも見せてほしい。そうないよな、もうな。あれ、あ、手前に何かいる。これもシケラなんだ。出るとした時、あ、オラタンが出たのか。初代じゃないんだ。何か似てるやつがいる。似てるのいたね。なんか銃装備版みたいな。アーマー、フルアーマー版みたいな。うわ、ちょっと待って、どうなってんのこれ、ボタン配置が全く分かんない。あれ、弾出る、あ、これか。海外どうなってんの。ボタン配置がちょっときついな。ジャンプ言ったらジャンプするみたいになってる。オラタンよりフォースの方が人口は多いんじゃない。ほう、運転機やばかったし。どうやって切るの、あれ出てきるのか。旋回ってないもんな。あった、あー、え、ペガサターン配置か。コントローラーが無理だなこれ。見ちゃいけないもの見たな。あれはどうやってるのっていうのの連続だからね。わかる、わら。あれはあかん、見ちゃあかん。バーチャロンが一番あれじゃん、上手い人の試合を見ちゃいけないゲームじゃん。買う前に見ちゃう。ダメだこれ、わかった。 LR にアバウトのお店に近接の地区スプリッタラ。ダメ、まず平成に追いつきたいなら1万くれ入れなきゃな。トリガーコントローラーいいやんか、ドリキャス。トリガー、うん、とか、いや、これなんかサターン版の気持ちでやっちゃうと大変だもんな。エクサグアルファスジアムで日本語版だけないのかな。あ、センバルあんのスチームに。意外。あ、変身、危ね。いない。おまくにか。おまくにですよ、スチームといえば。倒そうと思ったら倒せるけどさ。ターボ技の使い分けすらできんかったわ。オフオフオフ、なるほどね。おまくになのにクサグアル日本語音声だからな。
かっこいいなけど俺にはちょっと早いな、早すぎる、俺にはまだ早いわ。よし、セガサダン版めっちゃ対戦したけど、これは本当ほぼプレイしてないな。覚えないといけないこと案外多いんだよな、うん、ダッシュキャンセルとかできることが増えたけど、イコールでやら、あの覚えること増えたんだよな。俺まだこっちの方がいいわ、こっち行こう。中古で買った方が安い。おまくにがすべてゲームに限っては千バル国産に嫌悪感が芽生える。いやーそうね、難しいとこだな。あれはどう、日本だけなのかな、ああいうことが、おまくにが起きてるのって。ガンダムブアーサスシリーズに流れてきたな。マジで。バイナリードメインも日本じゃスチームないんだってな。へえ、いらないけど、そういうことが起きてんだ。バイナリードメインは別にいいや。別いらんっていうね。見てる、隙間から見てる。よし。失礼ながら喉の調子がダメだ。よし。鍵屋でシリアルキーを。もうあと2分切ってんの？何それ？盗まれた。隙間から見てるよ。これは放置かな？これは放置かな？これ好きだった。これはまあネタとしては面白いけど、ゲームとしては、ファミ通的に言うと機械オーダー。5点。これやばすぎて今じゃ出ない。バイ止めは TPS しちゃまあまあだが、そうね、いやまあ正直まあまあの TPS をあの時代に出されて意味がない、褒められる部分がない。もう15年前か。バンキッシュ最高だったけど、バンキッシュと比べちゃいけない。川森に何やってんだ、何やってんだ、何ちゃんと仕事してる。川森さんかよ、あーまあね、でもあれだよ、あれみたいなギャラクシーなんだっけ、あれなんだっけ、ドリキャスで出てるカプコンのポリゴン格ゲーの2なんだっけ、やられ確かだからカプコンだよな。でもなやっぱり絵はスタグラ2か、スタグラズ2があんなになっちゃったからさ、あんま期待はできないよな。いやまあジャズ役なのまだ繊細だよね。はい、お疲れ様です。次枠です。まだ余裕あったな。しっかり収まった枠内に。